ベトこと、ロベルト・ルイス・ガスパール・デデウス・セベロは、ポルトガル・リスボン出身の元サッカー選手。ポルトガル代表だった。現役時代のポジションは CB。ベトは、プロキャリアの大半を、スポルティング CP に捧げただけではなく、フランスとスペインのクラブに在籍し、レクレアティーボ・エルバでは3期過ごした。ポルトガル代表としては30試合に出場。一度の FIFA ワールドカップと二度の UEFA。 欧州選手権に参加した。スポルティング CP リスボンに生まれたベトは、スーペルリーガの強豪スポルティング CP のユースに所属していたが、トップチームの出番を与えられる前に2クラブに貸し出された。期限付き遺跡を経て、1996から97シーズンの20歳の時に復帰すると、トップチームですぐさま地位を確立した。守備で最終ラインを支えるのみならず、 FC ポルト戦などで、いくつか重要な得点を挙げる、優れた得点力を見せ、首相としてチーム牽引していたが、SL ベンフィカ戦では1試合で2つのオンゴールを献上してしまった。スポルティング CP での10シーズンの在籍中に1999から2000、2001から02シーズンとリーグを制し、後者では2冠を達成。また、 毎シーズンに最低でも1得点を記録した。レクレティーボ、引退2006年1月、スポルティングのパウロ・ベント監督の構想外となった、ベトは2006年1月23日に積金100万ユーロで、フランス一部の FC ジロンダン・ボレドーと契約するも、在籍5ヶ月の間での出場機会は限られたものとなり、同年夏の移籍史上最終日に、 スペイン一部のレクレアティーボはエルバイ貸し出された。2007年7月3日にレクレティーボへ完全移籍を果たし3年契約を締結した。最初の2期は定期的に起用されていたが、最後のシーズンはナシーフ・モリスの加入や怪我の問題等から3試合の出場にとどまった。レクレアティーボとの契約が終了後2009年8月に、 CF ベルネンセスと一年契約を締結。同2009から10シーズンは怪我の問題から出場機会は少なく、またクラブも2部に降格した。35歳間近のベトは2011年1月下旬にサイドスペインへ渡り3部のユーディアルシアと短期契約を締結。同クラブではスポルティング時代の同僚、ルイス・ローレンソと再会するも、 クラブが4部に降格したことに伴い6月に両名放出された。現役引退後の2011年8月にスポルティングへ戻り外部広報ディレクターに任命された。1997年9月6日にベルリンで行われた 1998FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のドイツ戦でポルトガル代表初出場を飾った。 その後 2002FIFA ワールドカップに出場し、アメリカ戦で得点するも敗北。最終的にチームはグループリーグ敗退に終わった。UEFA 欧州選手権では2000年大会と2004年大会に出場し、こちらはベスト4と準優勝だった。ありがとうございます。